ウィズ読者の皆さん、こんにちは。リトルグリーモンスターです。はい、今日はリトルグリーモンスターに5の質問企画ということで、ガンガン答えていきたいと思います。イエーイ、お願いします。一番のご褒美か。そうですね、難しい。なんだろう。でもあのお仕事終わりに帰って、あの母が作ってくれたご飯を食べることかなと思います。ご褒美やな。確かに、な、うんうん、私はあの牛タンを食べること。あー、わかる。ちょっとお高いじゃないですか。そうだね。そうだから、ご褒美として食べること多いですね。やっぱりね、私も似たような答えになるけど、やっぱご飯を食べるのが一番ご褒美かなって思います。そうですね、私もやっぱ食べ物だけど、チョコをひたすら食べてますね。日常やん。でも確かに、ご褒美、常にご褒美。もうこれはもう決まった。これもう即答。せーので、まず答え。いけるいける。せーの、未来。分かれた、めっちゃ。あれ、え、待って、過去派。未来。お前だけか。未来。未来。どこ行くん？乗らない。乗らない。あ、いやだる、2択なんですよ。だる、その回答。めっちゃだるんや。まあ、よく言ってくれた。え、どっちか選ぶとしたら、じゃあもう最悪、絶対選ばなあかんから。そうしたら未来ですね。あ、未来どんな自分になっているのかを見たい。あ、そう、うん、私はもうほんまに今も切実にほんまに思ってんねんけど、70ぐらいになりたいのよ。もうずっと言ってるよね。ずっと言ってるよね、それ。だから70に行くかな。なるほどね。70歳のとこに行く、うん、いや私はもうずっとブレない。いつもこの質問来たら過去っていう。どこに、ちなみにどこに行く、気になる。え、もうなんか小学校ぐらい、あ、まあ幼稚園、まあでもそれぐらい、物心突き出したぐらいからやり直したい。あ、でつまんないよってさ、やったことあることみんなで、また、あ、この人これ言うでとか。あ、そうか。え、でもなんかそういうの、ほんで傷つくでとか、笑うでとか。でもそういうのさ、漫画とかアニメであるじゃないですか。だから違う未来に変えれるわけやん。あ、あ、だから例えば告白されて振ったけど、そうそう、けど受けときそうわーみたいな。そう、未来変わってたわけやん。まあ、それがリトグリの未来につながるんかって言われたら、ちょっと話シビアになってくるけどさ。そこは置いといたとして、そう、そういう、そう、変えれるかも、ね、考えたとしてね、意味で過去に行きたい。なるほどね。なるほど、確かに、はい、カレン、未来、未来、うん、なんで乗らないの。え、違う、そもそもなんか気になる、逆に。その帰れない系やと思った、見に行くだけみたいな。あー、あー、あ、あ、いや、そこはもう個々の自由よ。そう、個人の自由。個人の自由よ、ここはね。そう、現実派なんで、やっぱ未来は自分の手で変えてやるっていう、ね、強いですね。うん、いらんな。いらん。そう、多分一番鬱陶しい答えだと思います。まあ、いろいろあるけど、うん、おもろいやつで言ったらサンバの人ですね。これな、カレンのさ、面白武勇伝やんな。すごいこういう羽つけて、こうお尻ダンダンツダン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 みたいな踊ってる人に小さい頃はなりたかったんです。それか新聞配達の人になりたかった。え、ちょっと待って。めちゃくちゃおもろいやん。そう、幼稚園の頃多分そのサンバの人は新聞配達の人やったんですよ。やっぱどっかで昔から現実主義っぽいところが。今でもサンバの人になれるかもしれない。そうよ、なれるよ。目指そうかな。じゃあ、いいと思う。まゆ。でも私はきっと歌手って言ってたんですけど、私の記憶が確かなのであれば、ケーキがあまり得意じゃないんですけど、ケーキ屋さんになりたいって言った記憶がある。ケーキ屋さん多かった。みんな多いやん。だから女の子の夢やん。で、なんで甘いもんそんな好きちゃうのにケーキ屋さんって言ったんやろっていう記憶があるから、多分言ってたんやと思う。私もなんか実際にほんまに歌手っていうのをずっと言ってたけど、でも一番最初に抱いたのはキューティーハニーかな。わー、かわいい。なんかキューティーハニーもアニメじゃなくて、私らの世代は実写版なんですよ。だから実写版のキューティーハニーになりたかった。あ、その度にコンビニおにぎりいっぱい食べてた。あ、そういうシーンでね。それで変身するっていう、その
あれなんですよ。かわいい、やめなさいって。かわいい、かわいい、こうやってこうやってこうやって食べてるんで捨てて変身するんですよ、その、ね、するよね、ゴミを、うん、そうそう、懐かしい。いや、朝日はずっとミニモニに入りたいと思ってた。あー、世代だよ ね、 ね、うん、うちも踊ってたわ。あ、本当に、うん、そうた懐かしい。でもミニモニも踊ってました。幅広いな。これバラバラに分かれそう。そうだね。朝日はやっぱ寝ることかな。寝て一旦ね、リセットするっていう、うん、ことが多いかな。もう会って会った時も私聞いたことあるね、実は朝日に、うん、どうやって落ち込んだ時とかしてるって、うん、寝るって言って。出会った時から出会った時から寝ないんや。同じことや。そうなんや。ブレずに、そう、ね、寝る、うん、まだこう私は一人でいる、うん、あもうそれで人に会いたくなるんですよ、そしたら。あで、戻る。なるほど。あっても、ね、からとことん一人で向き合う。なるほどね。前は最近で言ったら焼け酒。あ、大人。もう言い方悪いよね、言い方悪いよね。でも精神して、うん、もうね、ちょっとやってられへんってなっちゃった時はあの基本酔えないんですよ、私お酒ね、うんうん、酔えないけど程よく酔いたいんですよ。だからちょっと焼酎だったら酔えるんですよ。焼酎飲んで焼酎覚えた。そう、焼酎覚えたの。焼酎飲んで程よく酔っ払ったらまあなんか忘れれるやん、うん、記憶はあるタイプやけどなんか程よく都合よく気持ちよくなれるからそれする。お大人になっちゃったな。ほんまに、うん、んこんな言われへんかったもんな。言っていいんかなって今も思いながらちょっと21歳、うん、もう21歳もう今年2位です。はい、私は忘れてる、うん、やっぱメンタルサポーターなだけあるわ。なんていうの、ね、なんか受け止めるところはしっかり受け止めなきゃいけないじゃん。反省しないといけないところはするけど、うんうんうん、もうなんかもういやと思ってもう忘れていい時はもう全部忘れますね、うん、でもそれできるのいいよね。いいよ、切り替え上手ってことやから。そうそうそう、新年っぽい。確かに確かに確かに、うん、朝日はある。お、何？神社巡りです。でまたまた神集め。それいつも言ってるやん。だからね、去年も言ってた。これ去年も言ってたやんか。でも朝日一人で行かすのはやっぱ危険なんですよ。だってその多分神社の多分最強守りみたいなのがあればあるたび絶対勝ってくると思う。大層あー、ね、確かに。だから絶対まゆと一緒に行かないと私は行かせへんから。そう、それも去年そういう決まりになったから。だから必然的に一緒に眉を連れて、うんうん、少し巡ってメンバーに会うお守りでも。いいよいいよいいよ。いいよ、大丈夫、阻止するんで。見守り役がいるから、はい、そう、私はなんかお料理、うん、自分の体を料理とか食べるものが作るってほんまにやっぱ去年すごく思ったので、やるけどもっともっとこだわってやれるようになりたいなってすごい思ったので、今年はちょっと自炊頑張ろうかなって思いました。うん、いいね、うん、あ、でも私はあの走る。おそう、あの今年は絶対に走るって決めてて、あのはい、走ります。そう、はい、絶対に走る今年は。、うん、そうですね、私は2021年になってあの本当に十何年ぶりとかにバレエレッスンを受けたんですよ、うん、だから今年はちょっとダンスに加えてバレエも頑張っていきたいなって。あ、いい、すごい、私バレエやってる人好き。いいね。で、サンバも、サンバもいいね、取り入れていきます。いいじゃん、すごいね、多ジャンル。以上、リトルグリーモンスターに5の質問でした。バイバーイ。